はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。続きをやってまいりましょう。前回ですね、張飽がついに死にました。後を継いだのは曹操となっておりますが、忠誠がですね、やっぱり大変なことになっております。我々ここは頑張り時、どうでしょう、演術60代結構いますね。60代はなんとかね取れるんじゃないかと思っておりますが、結構遠い人は遠いんで、ここら辺はちょっと無理ですね。安定とかもちょっと遠い。でも60代だったら取れるのかな。ただ隠されちゃうともうどうにもならない、そんな感じでございますね。そこで私たち画策しております。南海クコドンロ大使はですね、誰でしたっけ、徐行じゃないんですよね。まあそれはお楽しみとして、忘れたわけじゃないですよ。そんな感じでですね、この混沌とした中、我々もしかして南海クコドンロ成功して一気に取れちゃうかもなんて考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。さて、ここら辺ズバッと完封したいですね。呂布がこちらにやってくる。いけるのかいけないのか、なかなか平坦切れないですね。ここぞとばかりに計略結構やってるんですけど、物資がねなくなっちゃうのがちょっと困りものですね。そしてなかなか東洋行ってもいなくなっている。あとはですね、この関寧と呂布、まあ平坦切るまでもなく、実は包囲占領できるとこですが、新旧かましていく。ここら辺の兵器ですね、なんとかしたいですね。で、後ろに何か見えている、あれはそう、おっと、文集どこにいた、5か、文集取りました。あれは送信ですね。そして包囲占領かましてやる。これで関寧も呂布も徐行も、おう、やってくれたな。我が十作は、おっと、これは核ですね。巨有演殺、これで伝与は捉えることができるかどうかというところ。送信が結構早いですね。これはちょっと困っちゃう。とうとう南海から投与いたしました。そして孫玉、あー結構状況は変わってしまう。おっと、両方捉えたぞ。よしよしよし、でもちょっと寿命がね気になりますね。大丈夫、満点抱え、もうちょい、あと400。ケンヤン商人来ましてですね、とりあえず6万砦のところに出しました。なので今ですね16万のストックがあるというところで、孫皇を捉える。孫皇捉えた後がですねちょっと問題ですね。指揮に従え。こちらの送信が技法かかるかどうかですね。伝与撃破、捉える、いいぞ。なんだと、おっと、大使寺やられてしまいましたね。技法は効いたんですが、大使寺が逃げられなかった。お、両立、天気おりました、東洋でございます。さてさて、技法が効きましたので平坦を速やかに切ってやりたいというところ、伝与を捉えて帰ってまいりました。中世は99、もう捕虜だ、すぐに値を上げる。馬球、おお、馬球来た。そして馬鉄、馬鉄も来る。なかなか取れてますね。玄関、玄関も取れてる。一気にですね後金崩れました。しかし君主は曹操でございます。油断はならない。孫皇捕らえてまいりまして、中世80にこれはいけるんじゃないかとよ。俺の心は決まっている。何、心変わりは早かろうて。早かろうてて、
あーせっかくの罠を使っちゃいましたね、カンネが。うん、孫権来ない、なんという。で、あー甲虫が多いけど消えてしまう。もうですね、あらかた結構忠誠上げられちゃいまして、ここから先はちょっと厳しそうですね。頼むぞ孫公、俺の孫公は登場いたしました。送信硬いっすね。剣手か、剣手硬すぎやろこれ。罵声を浴びせてもう一発罵声なんか食らわせれば吸えそうですが、ソジュ来ない。リクソン、5にいるリクソン。うわリクソン来た。おいおい、百軍士4人目だ、どうしてくれるんだい。ご確認ください。で送信はもうちょっと指先一つで式はわずかに、いけちゃうけどいけるのかいといったところで、後ろからまた来てますね。あ、この異民族はちょっとやだな。不覚だ。送信撃破して捕らえない。関根は隠されてしまった。関根取りたかったですね。しかし巧みにですね、大使を変更したりしまして、難解ですね、できませんでしたね。いや本当ここら辺ね、ずるいというか、なんというか、呂布を捉えて戻ってきた。中世 37? むっちゃくちゃ低い。あ、めちゃめちゃ低いところで外出てたわけですね。これは来るでしょう。とよ、これでも来ないのか、ぶっ殺してやろうか。まあよい、捕虜にしとけ、縄なんぞいらないぞ、すぐ自分からやってくる。またまた技法レンジャーですね、外に放ちます。この2部隊がなんとか分かれた時にかからないかという感じですけど、ぴったりだなおい、めちゃくちゃぴったりだなこれ、3部隊とも。こんなものか、むっちゃくちゃぴったり。あ、ウービーが行った。さてさて、城の目の前まで技法が効かずに来られてしまいました。これはどうしようかというところですね。さて技法をレンジャーですね出しまして、技法入りましたけど無事に退却できるかというところ。大丈夫か、グホン大丈夫だ。ああ中入りましたね、危ない危ない。そして一騎打ちだ、宝徳合戦一騎打ち。74対95、これは勝てないかな。待ってこい、飛びはしないが、さあどうなる。うわ、もうほとんどノーヒットノーランだ、ほぼ完封負け。ちょっと当たるの早かったですね、思ったより移動しない、もう一歩でしたね。カダからのもう一回来たということは、これは会計建築大ですね、建築というか規模大。技法で3部隊散らしておりますがどうでしょうか。宝徳は平坦が切れました。しかしこのカウとかちょっとやばいですね、タイミングがねちょっとやばいです。こっち追いたいところで来ている。また技法ですね、関羽にかけたいところでございます。かかるでしょうかどうか。そして異民族はもう平坦切れですね。あ、さすがにくっついちゃってこれかからないな。もうこの異民族はほったらかしでございます。触ると痛い。そして大丈夫たるもの851、残り1200、800、500、孫欲は撃破でございます。捕らえられない。あーでも結構ね、投石やっぱ強いな。呂布捕らえましたけども、まさかのこれ配偶者パターンですね、やってしまいましたね。これは切るところでしたね、ここは本来やってしまいました。もう一人捕らえた。
伝与ですね。伝与もなかなか来ないんですけど、伝与は書いてないんで、そのうち来るはずでございますね。呂布のただいまの抽選26、来ないというね。目の前に関羽、そして王領関寧が迫っております。東中はいないようです。東洋がですね、なかなかうまくいっておりません。伝与、東洋ですね。伝与が東洋できたというのは大きい。前に来るのかな。前来ますね。関羽技法かかりました。まあ関羽がかかればまあいいかなというところ。しかしですね、一瞬触れたんでしょうね。すぐなくなりましたね。これちょっとなんかまずい感じしますね。対応遅れてしまいました。技法をかけますね。技法効きました。これで横に行ってくれればいいんですけども、関羽、まあ、とりあえずね、城から離せばまあいいかなという具合。宝徳を撃破、捕らえられない。うわ、ちょっとロシュ君集中してきてる。ちょ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 、いやー、ちょっとやばいですね。ロシクは捕まっちゃうかもしれない。あ、やっぱりダメか。そして入ってきますね。関羽が入ってきて、あと1ターンかかるかな。あと1ターンかかる。お、しかし聞いた。これはそしていいですね。完璧だ。これはもう何もできないぞ。いや、これ芝居とか格がいなかったらねえ、ダメなパターンでしたね。下手すら剣案落ちたかもしれない。投石機がいますからね。さてさて、これは関羽死ね死ねなんですけども、神様に死ね死ねなんて言っちゃいけない。関羽様を保護するんだ。関羽撃破、いい加減捕らえたいんだけども捕らえられない。包んでしまいまして、平坦切れですね。これで上乗せになるかな。混乱がカード発見、いいですね。結構怪我しますんでね、こうやって。おっと、王領捕らえたぞ。いいぞ。で、関羽がもうすぐ、文集が戻ってきて、王領ですね。女性95、トイヨ飛行のもとに下るなど耐えられんわ。何何、すぐに根を上げる。名はキツキツだ。そして関羽が撃破、捕らえないか。もっと、もしかしたら馬持ってるかな。馬チェックしないとダメですね。で、また3部隊。おお、5部隊か。やってきますね。劉備かな、これ。洗ってきましたね。劉備だ。眼光はちょっとね、難しいんですよね。意外と。やりづらい。眼光強いんですもん。普通に。攻撃力が。そして徐行がまたやってきた。この徐行さえ倒せば、南海への道開かれると思うとこですが。なかなかですね、進まないですね。物資的には減ってますか。物資減ってますか。兵数はパンパンですけど。そうですか。ここにね、取っといてあるんだけど、6万、ここに6万。いや、これ外にある分カウントしてないですね。なるほどなるほど、ノーカウントだ。会計と懸案で10万あるんですよ。ですね。これ合わせて10万だ。で、兵数ももしかして外にある分はカウントしてないとか。いや、それはさすがにしてますよね。会計6万5000、懸案1万5000。あとは外にある部隊ですね。部隊で見て。輸送隊も部隊に入っているので、兵数は多分合ってますね。あと、負傷兵ぐらいです。16万か。結構お金使いましたからね。計略結構やって。それが良くなかったですね。あんまり兵糧買えなかった。相場もね、そんなに良くなかったんですよね。60ぐらいの相場で買っちゃったんで。しかし今回ですね、芝居とか捉えましたんで、一気にですね、我が軍のクオリティ上がっておりますよ。芝居、陸村、宗人、高順、高中、もう90以上。こんなにいますからね。長江もいるし。太子寺頼みだったあの頃が懐かしい。で、知力で言っても、
カクカクカ、シバイ・リクソン、ロシク、グホンがかわいそう。もうここから一気に8も下がる。グホンがかわいそうだよ。これは大きいですね。で、80代が結構いる。結構揃いましたね、これは。陣形で見ても、投石、チント、芝居。まあ、芝居は、さすがにやらないけど。勝者が、リクソン、貢献、電与。あ、電与が使えますね。兵器もダブルで結構いけますね、これは。あとはタイミングと物資ですね。攻めてくるから物資がたまらないというところなんで、省エネでなんとかですね、倒したいところでございます。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンをグッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃあみんな、またんご、あい。